はいどうも皆さん、エンジンブラザーズのカーネルです。さあ、逃げでございます。今回は言いたいことが2つあります。1つ目はバギコラボのまとめです。皆様、コラボ明けを残してバギコラボ終わりましたね。正直、今回のコラボが終わってホッとしています。最初のお知らせでバキとコラボして敵を裕次郎にするって書いていた時は、世界観合ってないかつバキ史上最強のキャラと戦わせるってどういうつもりなんやと思ったわ。もしお互いのワンが納得いくようなストーリー内容じゃなかったら褒め言やイメージダウンになる恐れもあるしな。まあ救援イベントのエピローグで裕次郎が圧倒勝ちして春日の成長の可能性を感じて熟成するまで殺さずにお預けにしておこうという形で終わってくれたので、お互いの世界観を尊重してバランスよく終わってくれてよかったなと思ってます。もし次コラボするときはどの作品でしてほしい？シティハンターが無難かな。まあそうやな。2つ目は水着イベントについてです。生配信やツイッターで水着キャラを実装するって聞いたときは、さやまやレイダ、小雪の水着姿が見れると思って期待したんやけど、1月19日の次のイベントの事前お知らせで誰が実装されるのかを確認したら、屈強な男たち3人組だった。あら、誰でしたお兄さん。俺の熱いヌズ。まあ男のヌードを見て落ち着きましょう。いいね、こんな時期で海水浴行けないんだから、せめてゲームぐらい水着の姉ちゃんが見たいんだよ。去年のユキちゃんなんかどれだけ夢の中がしたかったのが。8月でいいから水着の姉ちゃんのキャラを実装してくれ。ダメだこりゃ。ちなみに二人の能力はこれになります。立ち直んの早っ。開幕から混乱と回復不可ってクエストやドンパッチでめっちゃ使えそうやん。キャラスト見ていても黒服着た半人儀のイラストも実装されたから、近いうちに王流王老儀2章も出るかなと思ってる。それはそれで楽しみやな。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。